チャオリブだよ。今日ね、12月25日なんですけど、石巻観光大使でもある萌えさん、その萌えさんがね、まあ、コロナを超えてめちゃくちゃ久しぶりの主催ライブするということで、現在配信ライブ待機中です。はい、というのが先日ツイキャスたびたび配信させてもらってるんですけど、それをね、萌えさんが聞きに来て、その時に12月25日のそのライブについてもお話ししたんですけど、萌えさんもね、ぜひ見てほしいと、特に演出リブさんが一番受けると思うと、そんな感じのねコメントをいただいたんで、あ、じゃあまあせっかくだしということで、それを見ながらねこうお話ししていきたいと思います。はい、しかもね、その自分の誕生日12月15日だったんですけど、萌えさんからあの今ね便利ね LINE でさ、クーポン券みたいなの送れるんですよ。でそれでモスチキンのパック5個パックねプレゼントでいただいたんで、今日はさっきこれ買ってきたんで、これ食いながらビール飲みながら、配信見ていきたいと思います。モスチキンすごいね、モスチキンね、おやさんありがとうございます。まあまあストレート、じゃあひとまずね乾杯。ひとまずチキンでも食べようかね。でで、ケンタッキーも美味しいけど、モスチキンはモスチキンで美味しいよね。お、始まった始まった。なんだなんだなんだ。なわけないじゃないですか、知らないですよ。でもなんか最近ちょっと可愛くなってるし、メイクとかもなんか変えてる感じあるので、ちょっとわかんないですよ。そうそう、今日重大発表があるっていうね話なんだよね。でその内容は全くわかんないんですけど、それを匂わせるこの動画ですね。あ、なんか最近やる気ないみたいで、新曲もできてこないし、なんか最近バンドやろうぜって言っても、なんかあんまり乗り気じゃない気がしてて、まあ、もしかしたらそういう感じなのかなみたいなのはありますね。 なるほど。これを萌えちゃんが言わせてると思うとウケるね。え、なんだろうなんだろう、ついにから何何何何、ちょっと重大発表、これマジ。何やってるんですか。もう DJ とか向かないんじゃない、同じ場所に入れないじゃないと。いやね、萌えちゃんがクリーピーナッツ好きになったっていうのは知ってたけど、もう DJ 松永が好きすぎるだけじゃないだろこれ。マジでこれ重大発表、もしかしてこれだけなのかな。マジカル、つなぎよ。ね、DJ ってあの曲つなぎが肝なんですけど。あ、ミックスしてみたね。今なんとなくこうちょっとミックスしたね、クロスフェード感あったね。これクリ
クリーピーナッツ流したかっただけ説もあるよ、もうこうなったら。いいね、クリスマス DJ ミックス、 DJ 萌えオンザセット。お、山田翔子さん出てきた。もうサンプラーをしたいだけ。歌うんかい。マジでめっちゃみんなポカンってしてるけど、重大発表、ほんと DJ デビューだけだもん、マジ。秋にちょっと機材を買いまして、すごいですよこの機材、プロのやつじゃんこれ。 DJ 松永さんが使ってるやつ。あ、もうクリーピーナッツ好きすぎなんだよ。本物じゃないですか。私ね、好きになるとその人とね同じものが欲しくなって。怖っ、怨念。怖くないよ、怨念だ。乙女心ですよ。すごい。そう、え、そんなわけで萌えさんの重大発表、そして俺が一番受けるであろうという演出、終わった模様です。まさかの DJ デビューだったんですね。いいと思いますよ。うん、確かに萌えさんの好きになった瞬間、その好きな相手の同じ機材を揃えたり、そういうまっすぐなとこはとてもいいと思うんで、まあせっかく DJ セット買ったから、じゃあもう小袋のさ、あの小渕さんでしたっけ、小袋小渕さんモデルのギターもいらないと思うからちょうだい。そんなわけでリブでした。今日の動画これで大丈夫かな。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね。